ベーベルンゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デトモルト行政管区のヘクスター軍に属す市である。本市は、ノルト・ベェストファーレン州、ニーダー・ザクセン州、ヘッセン州の三州境界に直接面している。ベーベルンゲンはオスト・ベェストファーレンの東端に位置する。ゾリングのベーザー川を挟んだ対岸である、ベーザー・ベルクラントの南部にあたる。ベーザー川はここでは、 ノルトライン・ベェスト・ファーレン州とニーダーザクセン州南部との境界を成している。地域の南端で南西から流れてきたベイバー川がベイザー川に交流する。地形上の区分によれば、本市東部のベイザー川に近い地区はホルツミンデナー・ベイザータールに属し、西部は高度の高いオーバーベルダーラントに属す。ベイベルンゲから東南東に直線距離で約 5km に、 ヘッセン州北端のバーとカールスハーフェン及びゾリングの南端があり、ノルトベストファーレン州ヘッセン州、ニーダーザクセン州の三州教会となっている。ベーベルンゲンの地熱分布図、ベーベルンゲン域は、氾濫ゲに近い、主に石灰岩で構成されており、一部には三畳期のデー岩、シルト岩、砂岩もある。これらの岩盤は、 2億4500万年前から2億3000万年前に、ここにあった海の堆積物であり、石灰岩の中には化石化した海洋生物がしばしば見られる。ランゲンタールからアーメルンクセンへのラインは大部分が石灰岩の地盤であり、マールもほとんどない。ただし、ハールブリュック南西の境界地域やティーテルゼンとダルハウゼンとの間のいくつかの高地は例外である。ここには、 コイパー島の砂岩やクハイワーがある。ベーザー川沿いの草地や、ネーテ川のシュプリング川、ベーバー川の谷の縁は、ブンター島の泥イワシルトガンサ砂岩で縁取られている。高台では、高砂の濃厚地が主である。これ以外に、様々な地質構造があるが、いずれも普通から高い収穫率を有している。ベーベルン,ゲンの地域は、地熱ゾンデによる、地熱源や、 ヒートポンプによる地熱採取については、良好から極めて良好な状態にある。クライネミッテルシュタットに位置づけられる、ベーベルンゲン市の面積は97.84平方キロメートルで、南北軸の最大長は約14キロメートル、東西軸の最大長は約14.5キロメートルである。ベーベルンゲンは、南西はボルゲントライヒ、西はブラーケル。 北は、ヘクスター、東は、ザムトゲマインでボフチェンに属すボフチェン、フュルステンベルク、ラウエンフェルデ及び市町村に属さない、ゾリング地区、南西は、バート・カールスハーフェン、南は、トレンデルブルクと境を接している。基本条例のサン・アブス1によれば、ベーベルン原氏は、以下の12地区からなる。これらの地区は、1970年以前には、 アムとベーベルンゲンに属す独立した町村であった。ベーベルンゲンは、その建設以後主にパーダーボルン主教の世俗権力下に置かれていたが、もともとは、ザクセン公領であった。14世紀から新生ローマ帝国内に、パーダーボルン主教領主が成立し、16世紀からは、ニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライスに属した。ベーベルンゲンは、 パーダーボルンの両方会議が開催された23都市の一つであった。1802年、1803年に司教領はプロイセン王国に占領された。ナポレオン時代にはこの町はベスト・ファーレン王国の一部であった。結局1815年にベーベルンゲンはプロイセン王国に返還され、1871年からドイツ国の一部となった。 1945年から1949年までベーベルンゲンはイギリス管理地域の一部であり、1946年から行政上ノルトライン・ベストファーレン州の統治下にあり、1949年からはドイツ連邦共和国の行政統治下に置かれた。冷戦時代、ベルギー軍第43砲兵大隊がブラーケルに守備陣地を設け、 1963年から1993年まで移動式地対空ミサイルミ -23 ホークがティーテルゼ船に配備されていた。1978年7月24日、イギリス空軍の戦闘機械マイナス4ファントム2がドレンケ地区近郊を低空飛行中に墜落した。イギリス空軍の二人のパイロットが死亡した。この墜落によって9軒の家屋が 軽度の損傷を受け、9人が負傷した。1970年1月1日に、それまで独立した町村であったアーメルンクセンブランケナウ、ダルハウゼン、ドレンケ、ハールブリュック、ヘルシテレ、ヤーコプスベルク、ローテ、ティーテルゼン、ベールデン、ビュルガスンとベーベルンゲンが合併した。これは、1969年12月2日の、 ヘクスター軍の新設に関する法律に基づいたものである。かつてのアムト・ベーベルンゲンは廃止された。ベーベルンゲンは伝統的にカトリック信者が多数を占めており、パーダーボルン、ヒロツカサ教区に属している。ローマカトリック教会洗礼者西洋羽ネ教会このほか各地区には以下の教会組織がある、ブランケナウ、ダルハウゼン、ドレンケ、ハールブリュック、 ヤーコプスベルク、ベールデン、ビュルガッセン福音主義教会、ゲオルク教会、エホバの承人テンプリナーベイクに、エホバの承人教団の王国ホールがある。説教はオプションでロシア語でも行われる。以下の表は各時点の地域におけるベーベルン原子の人口推移を示している。また、これとは別に、 1970年1月1日の市町村再編で合併した周辺11町村の人口を足した値も表で示した。1970年までと1987年の数値は人口調査の結果であり、1975年からは州の統計局による研究結果である。1975年、1980年、1985年の 値は推定値、1990年以降は1987年の人口調査結果に基づく推定値である。各時点の地域における人口推移現在の地域にあたる地域の人口推移、ベーベルン現子の市議会は32議席からなる。市長はフーベルトゥスグリムである。 彼は2014年3月9日の選挙で69.26%の票を得て当選した。ベーベルン元氏の印象ベーベルン元氏は1972年10月12日にデトモルト行政官区長官により紋章、上り、旗、印象の使用権を与えられた。紋章のユリ図形は17世紀に初めて登場する。はじめは一輪だけであった。 18世紀から現行の紋章が用いられている。このユりはおそらくパーダーボルーン司教のシンボルから取られたものである。紋章記述、青地に1の形に配置された三輪の銀のユり。上り及び旗の記述、白から青から白から青1、1、1、1に分割した地の上、青く縁取られた白い上り上部に死の紋章。印章の記述、上部に 下と下部にベベランガンの文字。中央に紋章のスケッチが描かれている。ベーベルンゲン市の中核地区は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。ベーベルンゲンの他の地区は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。ベーベルンゲンには劇場がない。ただし私立ホールで演劇の上演がなされている。1994年から ダルハウゼン地区にカゴサイクシ博物館がある。400平方メートル12の展示スペースでカゴサイクシの手工芸を展示している。展示物には輸送、旅行用カゴ、アンダカルボイ、子供の寝台カゴ、子供用自転車サドル、洗濯カゴなどがある。博物館には工房が再現されており、夫婦がカゴ作りの手工芸を披露している。 製品をここで購入することもできる。ベーベルンゲンでは、二つの合唱団、一つの楽隊と、ブラスオーケストラが、音楽に触れる機会を提供している。コルトホルシュタインハウスベーベルンゲン場、ベールデン上館、ヘルシュテレ修道院、グーツパルクアーメルンクセンは、私有地で一般公開されていない風景庭園であり、広さは約0.5ヘクタールである。 おそらく19世紀に造営され、広い芝生広場、散策路、植栽からなる。特筆すべきは、紫舟、しだれヨーロッパ舟、北入口道路の西ビルトシャフツベイクソイの並木である。やはり私有地で、北東側部分だけが一般公開されている、ベールデン上館庭園は、広さ約2ヘクタールで、1895年に造営された。上に近い敷地は、 古い立ち木やかつての散策路が残る手入れされた芝生広場である。人目を引く流木があるが、これはおそらくこの公園施設が造営される前から、すでに存在していたと考えられている。この公園のベイザー川に面する部分は、第二次世界大戦後放棄され、2003年に再造営された。この部分にも、古木や散策路の跡が残されている。 フルートムルでは一般に立ち入ることのできる、私有地の公園部分である。グーツパルクビュルガ戦は、広さ1ヘクタールで、一般公開はされていない。この風景庭園はおそらく敷地の南と西に位置する、農園主の館と同じ18世紀後半に、造営された。特筆すべき植物としては、シダレヨーロッパブナ、シダレトネリコ、ユリノキ、イチョウがある。庭園の一部は、 現在、主に乗馬場として利用されている。ヘルシュテレ修道院庭園は、私有地内にある修道院の幼児園であり、広さは4ヘクタールである。シャウガルテンは一般公開されている。この庭園施設は19世紀末に壁で囲まれた。この公園がいつ作られたかは定かでない。二十世紀になるとこの庭園は、南東方向に大きく拡大した。このエリアは、 果樹園や菜園といった実用園や温室、広い観賞植物コーナーを含んでいる。ベーベルンゲンには6つの総合スポーツクラブと1つのスキー及びハイキングクラブがある。市は屋外プールとスケートリンクを運営している。オレンジブロッサムスペシャルフェスティバルベーベルンゲンでは隣接するラウエンフェルデと共同で毎年の射肉祭と2年ごとの射撃祭が開催される。 また、毎年伝統的な花の祭りが祝われる。毎年精霊降臨祭にオレンジブロッサムスペシャルフェスティバルが開催される。これは、地元の音楽レーベル、グリッターハウスのフェスティバルであり、ドイツの国内外から約2000人の観客が訪れる。ベーベルンゲンとラウエンフェルデとの間のベーザー側に架かる橋。連邦道 B241 号線が通っている。 このアーチ橋は1950年に建設され、2003年に改修された。ベーベルンンは、連邦道 B241 号線及び B83 号線沿いに位置している。最寄りのアウトバーンは、約 30km 南西を A44 号線、約 50km 東を A7 号線、約 60km 西を A33 号線が通っている。 ゾリング鉄道の駅は隣接するラウエンフェルデにあるがわずかな距離にあるためラウエンフェルデ・ベーベルンゲンという駅名が付けられている。この路線では2時間間隔でオットベルゲン駅及びゲッティンゲン駅が発着する。この間隔はラッシュ時には1時間間隔と密になる。ベーベルンゲン自体には廃線となったホルツミンデン、シェルフェーデ線が通っていた。この路線は 1980年代に旅客運行が廃止され、最終的には、NATO の純粋な戦略路線となっていた。狭い近く間が広げられ、橋力工事が行われた。廃線区間はこれ以後、通行できないようになっている。最寄りの空港は、約80キロメートル離れた、パーリップ空港である。また、ベーザー川を約110キロメートル下った民電には、港がある。 日刊誌では、ノイエベストフェリシェとベストファーレンブラッドが、週に6日、ローカルニュースを掲載して刊行されている。漁師のローカル面以外の紙面は、ビーレフェルトのそれぞれの中央編集局で制作される。ヘクスター市では、テイクリッヒャーアンツァイガーホルツミンデンが300部、刊行されており、第三の日刊誌となっている。また、パーダーボルン市教区及び、コルバイ地方では、 パーダーボルン軍及びヘクスター軍向けの地方史、文学、芸術に関する機構文を含むディーバルテが年に4回発行されている。ベーベルンゲンは西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオの放送エリアに属している。また1991年からはラジオ放送シティフトが放送を行っている。このラジオ局はこの地域のニュースを重点的に取り上げており、 広域放送に比べ高い聴取率を得ている。ベーベルン原子には消防団がある。この消防団は5つの消防隊とさらに各地区の10の消防班に分けられる。消防団には370人の団員と70人の青年消防隊員がいる。消防団は様々な特殊消防車を含む消防車両を21台所有している。施設局は 1908年からベーベルンゲンの発電所を運営している。この市施設局は2013年にシュタインハイムの施設局と合併した。合併後はベーベルンゲンシュタインハイム都市施設局 GMBH と名付けられた。2014年にボルゲントライヒトバトドリーブルクの施設局もこれに加わったが2014年1月1日以降もベスタ都市施設局と称している。 ベーベルンゲンの都市施設局は水供給のために飲料水を採取する6つの泉と1カ所の水源を所有している。上水道網の長さは約1 3 7キロメートルである。下水道網の長さは1 4 3 5トルで市の汚水処理場に運ばれる。カトリックの教会組織はベーベルンゲンに3つの図書館を運営している。この図書館には書籍、CD、 CD ロームや音声劇を含め8500点のメディアが収蔵されている。2010年からベーベルンゲンに55歳以上の人のためのシニアビューロが設けられた。これは作業を通して社交的、社会的、文化的生活を共同で築く場である。シニアビューロはボランティア団体ベーベルンゲンのシニアネット EV によって運営されており、 その本部は2012年6月からベーベルンゲン市のサービスセンターに置かれている。このサービスセンターにはサービス業者のベーベルンゲンマーケティング、ツーリズムインフォメーション、ベーベルンゲン及び周辺地区文化協会、EV、市民大学及びシニアビューロが入居している。ベーベルンゲン市立ホールその他の機関ベーベルンゲンの企業の重点分野は建設業である。 システムバウの最初期の製造者の一つは、ベーベルンゲンに本社を置いている。また、板ガラス産業の下請け業者や数多くの木工業者がここに本社を置いている。さらに、ベーベルンゲンには、観光業、サービス業や廃棄物産業もある。ベーベルンゲンはインディーズ系音楽レーベルで、通信販売業者のグリッターハウスの本社所在地である。ベーベルンゲンには、 本家庭学校、実家学校、ギムナジウムが集まった学校センターがある。ここには隣接するニーダーザク選手州ラウエンフェルデやヘッセン州のトレンデルブルクランゲンタールからも学生が通っている。ベーベルンゲン市は、ベーベルンゲン、アーメルンクセン、ヘルシテレ、ダルハウゼンの4校の基礎家庭学校のほか、学習、言語、感情及び社会的成長に重点を置いた。 養護学校1校を運営している。修学前教育としては、ベーベルンゲン、アーメルンクセン、ダルハウゼン、ヘルシテレ、ビュルガスセン、ティーテルセン、ベールデンに幼稚園がある。これらの施設の運営は、ベーベルンゲン市、カトリック教会、福音主義教会、保護者実施組織である。2013年10月15日現在ベーベルンゲン、市には113人の教員と1606人の、 生徒、児童がいた。このうち394人が基礎家庭学校、555人が実家学校、629人がギムナジウム、28人が養護学校に在籍している。ありがとうございます。